はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストいただきました。 TA 楽園20秒かなりギリギリです。クリアしたかって言っておりません。やってまいりましょう。1アップキノコをすべて1個取ってからゴールか。いやーちょっとね、基本的にタイムアタックはあんまり得意じゃないんだよね。てか苦手なんだよね。ちょっと待って、ここはこのオンオフを切り替えてからこっちに行こうかな。でここのクレーン捕まって、なるほど、まあこういうのはできるんだけども、ここはどう行くのが早い。あ、壁、どう、ちょっと待ってよ、ここむずいな。でここでこういっ、あーそこがゴールか。なるほど。いや正直ね、まあ制作者さんがかなりギリギリですって言ってたぐらいなんで、結構時間シビアなんかなって考えたら、いけるかなっていう。ここ多分勢いよく、オッケーオッケー、この感じね、オッケー、この感じをキープしていって、で、こう、あー、ミスったー、ここ、こういって、あー、でもなんか意外とあと1秒ぐらいでいけそうだね。ここの音符は踏んだ方が早いってことなんかな。ここの音符さ、なんか、マークついてんのか気にはなるんだけど、あんまり多分関係ないよね。オッケー、早いんじゃない？意外とこれでいけないかなっていう感じはするけど。ああ、やった、いけた。オッケー、というわけで、コースアイテムありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。いやー、皆さん、来月、スーパーマリオブラザーズワンダーが出ますけれども、その一足先に、マリオメーカー2に、スーパーマリオブラザーズワンワンダーが出たみたいですよ。さあさあ、まあ、ワンダーじゃなく、ワンワンダーということは、なるほど、ワンワンがいっぱいいるってことか。ちょっと待って、これ一旦この右に行くでいいんかな。でもクリア率もだから 0.7% とかだったから、そこそこ難しめなんだとは思うんですよね。これ、いける？ここのさ、この土管からまずなんかアイテムを取ってきて、あ、ではないんだ。ここなんだけど、ちょっと一回待ってみる。あ、ちょっと一回待ったら、こことかでいけるっていうタイミングが来るということで、なるほど、そこむず。これさ、こういうこと？届くか？でもこれで。でも、ここからスピンして乗れない気するんだよね。乗れるか？あー、乗れるわ、これだ。はい。はい、オッケー、この感じで乗っ、オッケー、中間だ、やった、中間があるんだ。さあ、これで一回土管を経由して、なんかオンオフを切り替えて帰ってくる的なことかな。これは多分、叩いて全部倒しときましょうねっていうお話でしょうね。さあ、オッケー、全員倒すことに成功しましての、オンオフスイッチ切り替えましての、こっち行くでよろしいのかな？なんかあるね。ここの果ての、あ、これは普通にコインか。じゃあまあそんな、お、なんかある？いや、特になんもないな。そしたらこれで下に行く感じか。あ、これ進んでいく、むずそうだね。この足場の下が安全地帯だから、この地帯をうまいこと使っていかないといい。これいけるかな。いついける、これ。ちょっと待って、むずいな。あ、ここでいけるわ。ここでここに行っちゃって、今ここいける。オッケー。さあ、これでドア入って、先に進めますよというお話で。なるほど。あー、これはそういうことか。ドッスンを何回も反応させて倒していくってことか。はい、オッケー。こう、うわー、そっか、解き放たれるんだ、解き放たれるんだ、解き放たれるのやばいな。これでハイワンをやり過ごしまして、ドッスンやり過ごしまして、ここも難しいね、これタイミング。はい、いける。まあ一個ずつ慎重に登ってった方がいいわ、これは。あ、行き過ぎ。あー、よかったよかった、いけた。攻めすぎかなと思ったけど、はい、これで上に、よっしゃ、第二中間、でかい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 。これも、怖っ、怖っ、怖っ。これ、滑って倒す、あ、滑って倒せるか、ワンワンも。なんか、滑って倒せる敵にも、限界があるような気はしてましたけど、やっぱり滑って倒すっていうのは、強いですね、やっぱりね。はい、オッケー。まあ、ワンワンが持ち、おお、オッケー。さあ、この地帯を抜けることが成功できまして、なんかあいつが攻撃を飛ばしてくるにしても、あんまり関係、オッケー、メットがもらえる。メットがもらえて、で、どうやってあいつを倒すってこと？倒すっていうことだよね。なんかワン、どうやって倒せる？ワンワンを持ち上げるみたいなこと？違うな。ん？どうやるんだ？ん？ごめん、ここ何するんだろう？これはなんだ、何するとこだ？このワンワンをなんか持ち上げてなんかやるとこ？あ、ワンワンを思いっきり持ち上げたらあいつに当たるか？おお、そういうことか。なるほどね。面白いギミック。これでじゃあ音符を切り替えて、これで表に帰ることで何かがどうかなんのかな。なんかボム兵を最終的に爆発させて道を開くっぽかったけど、これでも、あー、音符が切り替わってるから、ここ行けるようになってるけど、
あ、なるほど。もう一回この原理で、同じ原理でこうやってチョロップを倒していくんだ。はい、オッケー。ちょっと待って、食らったらやばいかもしれない。あ、やり直し効くこれ。まあまあやり直そうと思ったら、まあちょっともう一回倒し直しにはなるけども、まあいけるっちゃいけるか。オッケー。さあこれで道が開けて、一番左と真ん中は一回破壊しといたから別に倒す必要はないみたいですわ。さあこれでこっち進んでは、わっだっぺ、オッケー、ゴールだった思わずえっと声を上げてしまうコース。え、ちょっと待って、どういうこと？隠しある？隠しないの？あれ、隠しブロックは隠しブロック、どっかにはあるんじゃないの？ないの？うわー、あった、よかった。左から3番目だ。オッケー。これを見つけるのにも一苦労でしたよ。さあこれでキノコがこっち回ってきてくれたら、この無敵時間でもう行っちゃえるってことかな。なんか右から6番目のさ、パックンだけ、あの火を吐くパックンなのがちょっと微妙に、ちょっとあの面白いんだけどねはい、これ突っ込んでったらもう勝ちなんじゃないの？じゃあ、あ、勝ちなんだよ、やった。こちらコメントでコースリクエストをいただきました。メットショット、クリアス 63% か。さあメットショットということは、なんかメットをなんかショットするというコースなのかなという感じですけれども、まあクリア率は高あ、なるほど、オッケーオッケー。ここはこうやればノコノコを倒しますよという感じで、まあ、ここは初級編という感じなんでしょうね。さあなるほどなるほど、これがだからタイミングを見てこんなもんじゃね。あれ、思ったより低いね、弾道が。もっと一回その左側のやつの上に乗っけるみたいなこと、こういうこと？いや、なんか違うな。なんかでも普通にやったら弾道低いよね。こんなもん。おお、こういうことか。なるほど、そこに一回乗っけるんだ。なるほどね、それでパックンを倒せますよというお話で。これは普通に、普通に届くな。普通に届くなら、これはバネにさえぶつからなければ。あれ？今届かんかったね。あれ？なんかさっき届いた。あれ？なんかさっき普通にバネなくても届いたけど、なんか今回届いてないね。オーケー。さあこの感じで綺麗にいけました。なんか多分一発目のやり方はちょっと違ったんかなという感じはしますね。ここは多分普通にクリボーを倒せば OK？ ブブーブブーってなんだ？一体しか倒しちゃダメだった的なことかな。あー、これは急がないといけないやつだけど、まあでもここは特に邪魔になるものがないから、多分素直に3回叩けば確実にブンブンは倒せる作りになっているんじゃないかなという感じでございまして、これで多分ボス戦を突破したので、ぼちぼちゴールが来てもおかしくはないのかなという感じはしますけれども、 OK、 こういうコースでございました。スターで1アップで50コインでクリアでございました。 OK、 というわけでご採点ありがとうございました。本日も動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。